プロデューサーの皆さん、お疲れさんです。シキニャの中の人と誕生日が同じ、サカポンです。はい。本日はですね、絶対パス、SS レア引きます。はい。はい。こういうのも何ですか、プレミアムオーディションガシャ。本日、パッションの日、引いていきたいと思います。いやね、パッションプロデューサーだからね、できるだけパッションアイドルの SS レアは、一人でも多く持っときたいっていう心情が強いんですよね。ということで、今回はパッションの日で、プレミアムオーディションガシャ、今月は引いていきたいと思います。ということで、まあね、絶対 SS レア出るんですけど、おまじないは一応やっていこうかなって感じです。では、行きます。おまじないから。なかなか出ないな。なかなか出ないですね、今日は。あ、来ました、来ました。ありがとうございます。ということで、ガシャ行きましょう。ではね、こちら。あ、ちなみにね、前のイベントで手に入れた S レアスカウトチケット、まだ4枚あるんですけど、まだ1人も使ってません。まあ、また後々ね、使っていこうと思ってます。ということでね、このプレミアムオーディションガシャ、行きたいと思います。いやー。まあね、パッションの子はいっぱいいるんでね、被っても仕方ないなとは思っとるんですけど、まあ、被ったら被ったで、って考え、あれですからね、うん、考えれば、まあ、メダルが手に入るんでね、行きたいと思います。ではね、ロードが入ることを願って、1、2、3、4、5。では、お願いいたします。行きたいと思います。よいしょー、ロード入るか。ロード入った。このロードがいい感じのロードならいいんですけどね。ということで、行きましょう。はい、確定は、さあ、行きましょう。おーっと、3枚 !SS レア3枚だ。うおー、新規一気に3枚ゲットできるチャンスか、ナターリア。たくみ、さあ、続きましての SS レアが、誰だ、あ、おーっと、ちかちゃんです。ともか、あと、ともかです。ともか、なんで、私なぜかちかちゃんって呼んじゃうときあるんやけど、ともかです。ともかちゃん、新規です。よかった。1枚目、新規。よし。いぶきちたくみんめいこさんさなキャッシーグラハム、そして続きましての SS レアが、あ、アイリか、こっちはかぶった。まあね、担当なんで嬉しいっすけどね、プラチナメダルゲットです。ついでにこれでスターランクまた上げられますね。さあ、ラスト SS レアが、アイ、んーか。おっと、
お、ミカ来た、こっちも新規だ。いや、ミカはね、実は一人持ってるんだけど、それがね、1年目の、お正月ガシャの限定ミカだけやったんで、工場はこれで初めてゲットです。で、リカちゃんもね、この前、フェスの時に、工場を手に入れてるんで、で、まあ、二人とも工場で揃ったって感じですね。うん。よかったいやー、一応一人は被ったけど、SS レア3枚ということでね、今日は大勝利という感じですかね。まあ、一人は確定してたんで、あれなんですけどね。うん。いやー、このね、プレミアムオーディションガシャでね、今まで2枚 SS レア引いたことあるんだけど、一度に3枚引いたのは初めてですね。そんな感じです。はい。ということで、本日もこのコーナーで締めたいと思います。この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。はい。今日はね、もうパッションでね、プレミアムオーディションガシャを引かせていただきましたということでね、今日はね、パッションのアイドルを紹介することは、まあ、まずはじめに、言っておきます。はい。本日紹介するアイドルはですね、大変アクティブなアイドルです。まあ、パッションの子って結構アクティブな子多いからね、ねえ、ほとんどの子に該当するんじゃないかなとは思いますけどね。はい。いやー、少々待ち、かなりの数いますよね。今見たら、やっとパッションに到着です。本日、紹介するアイドルはですね、この方です。並木芽衣子さんです。芽衣子さんはですね、和歌山出身でね、和歌山はいいところっていう発言をするほどね、地元愛に溢れたアイドルです。またね、芽衣子さんといえば旅行ですね、旅行。いろんなところを旅行するのが大好きでね、お仕事でいろんなところ行けるのも、楽しみになっている、大変、いろんなところを散策するとか、大好きなアイドルです。皆さんもね、芽衣子さんのようにね、いろんなところを旅してはいかがでしょうか？ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ、動画リスト一覧に、ゲームタイトル別に、などに、動画並べてるので、もしよろしければご興味ある方、そちらご覧ください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。